夢の一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。今日この動画撮ってるのが6月6日なんですが、今日です。まさに今日、近畿地方が梅雨入りをしました。ずっと雨降るなぁ思ったらやっぱ梅雨入りやったんですよね。梅雨になるとやっぱりね、楽器屋さんとしてはどうしても湿度が気になるんですよ。でこの時期ってどうしてもいろんな楽器の調子が悪くなります。特に、湿度の影響を受けやすいのがピアノという楽器。これはもう仕方がないんですよね。なるべく湿度が影響を受けないような場所に置いていただくか、除湿していただくか、お部屋の、空気の入れ替えを、こまめにしていただくとか、そういうことが、しないといけないんですが、ここでやっぱり便利なのがこちら、乾燥剤なんですよね。乾燥剤を入れたら何でもオールオッケーかというとそうではないと思うんです。個人的には乾燥剤そこまで万能やと思ってないんですが、でもこの時期はやっぱり乾燥剤のお世話になるのは全然いいことやと思うんですよね。例えば鍵盤の動きが悪くなる、毎年のように悪くなる、そんなピアノはやっぱ湿度に弱いんですよ。そういう時は乾燥剤入れた方がいいと思います。鍵盤の蓋のこう上げ下げがね、ちょっと調子悪いな、これがしかも毎年この時期あるわっていう場合はやっぱり湿度に影響されやすいピアノなんですよね。そういう場合は乾燥剤のお世話になってください。で、アップライトピアノ、グランドピアノ、どちらでもね、乾燥剤入れようまた自分で入れれます。で店頭でも売ってますのでお求めいただいて、入れていただいたらいいと思いますし、場所わからへんなっていう場合は通わせてもらってる調律師に一声かけていただいたら、付けに入れに行くと思いますので、そのあたりはお気軽にお声掛けください。やっぱり乾燥剤ね、全然万能ではないと思ってます。ただこの時期にとっては本当にこれは神様みたいな存在ですので、ぜひ有効に使っていただければいいんじゃないでしょうか。というわけで今日は乾燥剤のお話でした。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。